Rumah City is located on the eastern coast of Okinawa Prefecture. Bo Sumo has long since taken root here as a local cultural tradition. A clash between two bulls was weighing in at one time. It's a heated fight with the pride of two males on the line. Experience the intensity. Okinawa Bo Sumo. さあ、先入れ入賞。現在14連勝。今回が10回目の防衛になります。東証ハヤテ重量級チャンピオン先入れ入場。さあ、勝てば今回が10回の防衛に成功。前頭大会3連覇という記録も作り上げております。さあ、今回勝てば2桁防衛は1982年から84年にかけて19連勝11回防衛を作り上げた岩手都会以来31年ぶりの快挙となります。さあ、トイレ入場チャレンジャーの金太郎、さあ勢いよく対戦開始。さあ、この試合で特に速攻を得意としている金太郎に対し、さあ、早手がどんなまずは戦いを見せるか。どちらかというとスロースタータータイプ、10分を超えてから力を発揮するのがこのチャンピオン東証ハヤテの特徴であります。それに対しこれまでは短期決着速攻に定評のあるこのチャレンジャー金太郎、7戦全勝負けなし最強のチャレンジャー。コントガイズのリーチとアットガイズのを使いながら、一戦一戦確実に実力をつけてきたこの金太郎、7戦全勝としております。やはりこの得意の速攻をまずは仕掛けていきますが、先制攻撃を仕掛けていくのが金太郎。さあ、東証ハヤテもう実に3年間、王者として君臨し続けているのがこの東証ハヤテ。現在の沖縄闘牛会軽量級、そして上の無差別級は王者の入れ替えが、激しいのですが、この中量級だけは3年間王座が動いたことはありません。それはやはりこの東証ハヤテが君臨していたからこそ、14連勝9回の防衛を誇っております。最強のチャレンジャー、最強のチャンピオンと言われるこの東証ハヤテ。さあ、しかし今回はチャレンジャーも最強と言われるこの金太郎、7戦全勝負けを知りません。東証ハヤテのこれまでの防衛戦の中には上昇海荒波、フルゲンモータースコートラムクーパンダ、フルゲンモータースキシ、八男都会ライブ、友人ジャナ戦闘機、友人藤若、戦闘ウフヌシ、カッシン流、東証アミヒノ号などの挑戦を退け、9度の防衛に成功しております。対し、まあ、打ち合いをかけて圧力をかけていく戦いが特徴の東証ハヤテ。金太郎、対戦タイムは3分を経過、対戦タイムは3分を経過。さあ、ここで攻め込んでいきますのがチャンピオン東証ハヤテが押し込みを見せる。粘れるか金太郎、チャレンジャーも粘ります。金太郎、7戦全勝のチャレンジャー、ここで残せるか。これがハヤテの特徴ですね。この正面からかける圧力、通常の牛さんとここで敗走してしまうくらいの圧力でありますが、最強のチャレンジャー全勝の金太郎、ここで粘る。さあ、しかし
柵際の攻防をここで押し込みを見せていきたいのが東証ハヤテ。いやーかなりピンチの状況でありますが、金太郎さんこの窮地を脱することができるか。ここでタブルメを差していく。さあ金太郎もなんとか残します、残します。さあここであと一歩の押し込みをへとつなげていきたい早瀬に対し、金太郎が持たせ込んで粘る。軍配上がっております。軍配はチャンピオンに上がりました。自慢の角が今日も輝く。